鹿児島県道508号渋士停車場線は、鹿児島県渋士市を通る一般県道である、渋士市渋士町渋士の渋士郵便局前、交差点から渋士駅前交差点に至る、通称駅前通り。渋士停車場とは、JR 日南線渋士駅のことで、この渋士停車場線を境に東側は、渋士町渋士2丁目、西側は、渋士町渋士3丁目となる。 旧渋市町時代から続く、渋市市の中心部、渋市町渋市を南北に縦貫する道路の一つである。起点は、渋市停車場、いわゆる渋市駅前の渋市駅前交差点であり、北北西へ150メートルほど離れた渋市町、渋市を東西に横断する国道2 2十号交点で終点となる。これは、渋市駅から西へ伸びていた。 国鉄渋士線廃止以前の渋士停車場線が駅前で途切れていたためであるが、現在は駅の渋士に丁目側への移転や、渋士港側への渋士町による道路整備、前都の渋士線線路跡地に作られた渋士町道の整備により駅前交差点が新設され、停車場線は市街地と港方面を結ぶ渋士市の主要道路となった。しかし、 港方への連絡後も停車場線の起点は停車場のままであり、停車場線の総延長は変わらず、約150メートルである。渋谷駅前に位置することから駅前通りと呼ばれる。起点の渋谷停車場終点前に立地する、渋谷郵便局渋谷停車場線は、沿岸地域の平地を走っており、主だった勾配は存在しない。ありがとうございます。